旬をお届け、採れたて綾部。早春の訪れを告げる梅の花。今年もかすかな甘い香りが漂う和木町松原梅林で梅まつりが開催されました。梅製品の開発に取り組んでいる和木町農林業振興組合が特産品の販売と地元 PR のため毎年梅まつりを開催しています。和木町で採れた梅で漬けた梅干しとそれで作りましたジャム、それからワニの味噌ですね、それを販売しております。今年で20回目となった梅まつり。今年から新たに展望台が設けられ、南高梅や大宿梅など見事に梅の花で埋め尽くされた会場を一望することができるようになりました。初めてここに来たんですけど、綺麗ですね。いい天気になって梅も綺麗に輝いて素敵な一日になりました。綺麗です。とても梅がよく手入れされてまして、そして地元の方たちの手作りの品が多くていいです。そしてこの梅まつりの名物が野生味にあふれるイノシシの丸焼き。毎年来場者に無料で振る舞われています。もっと硬い鴨が柔らかくて美味しいです。無料で、配らせていただいております。最初は怖がられるんですけど、何回も見えます。美味しい美味しいって見えますね。そうですね、和牛から今のところ梅ということで、中端地域をはじめ、京阪神の方にもやっぱり長いおかげさんで知れ渡ってきたということで、大変嬉しく思っておりますけど、これも先代の皆さんがやってこられたことを今継続してさらに発展させようと、頑張っているところなんです。和木町に1000本の梅の木を植えるのが目標という谷口さん。綾部に春の訪れを告げる和木の梅まつりです。